ベースボールマガジンはベースボールマガジン社から発行されている野球雑誌。ベースボールマガジンと表記される場合もある。創刊から1965年1911年から1959年にかけて博文会博友社より発売、発行していた野球界で編集長を務めた経験のある池田恒夫が 戦後の1946年4月20日に、創刊した雑誌である。当初は月刊だった。戦後初期、再開直後の日本プロ野球では、大下博史や川上哲二ラスター選手前世の頃、野球専門誌が乱立する時代が多かったが、そのリーダー的な雑誌として発行された。百五十一年三月二十日付で、BBM が株式会社化したことに伴い、 同年4月号より発行元を同社移行。1958年3月発売の4月号を最後に週刊化し、週刊ベースボールとして真相する形で総刊、通算関数、漢字も週刊へ引き継がれた。1月置いて6月号より復刊、漢字はリセットされ一巻一号となったが、通算号数は引き継がれ195号として刊行した。以降週刊と、 並行して1965年まで刊行したが休館。1970年代現在その後1972年から1974年までの期間化を経て、1977年5月発売の6月号で再び月間として復館。1982年12月発売の1983年冬季号より、 年間4回発行の期間雑誌となり、毎回野球界の話題を一つのテーマに絞って取り上げている。特に春季号ではその年のシーズンの展望や選手メーカーを掲載していた。当季号ではシーズン総決算号を掲載していたが、2005年よりシーズン総決算号は週刊ベースボールの増刊となった。2007年5月発売の7月号から各月間となり、 奇数月に発売されている。現在のバックナンバーは1977年6月号からカウントされている。2016年夏から南魚沼産コシヒカリ、ベーマガベイの販売を開始。ベースボールマガジン社創業者、小池田つねの出身地は新潟県魚沼市で、新潟県南魚沼市には新潟市社がある。編集長交代に伴い2017年4月号より、 再び月刊化。かつては増刊号も発行していたが、野球に限らず様々なスポーツを扱っていた。相撲や週刊プロレスももともとはベースボールマガジンの増刊として発行されていた。また、その名残でプロレス、プロレスボクシングでは長らく本誌の大事、第五が上に表示されていた。前述の理由により、 冬春夏秋のサイクルで一年になっていることに注意、ありがとうございます。